今日は豊田ピースデモに皆様暑い中お越しいただきありがとうございます。今日、主催者であるアルダさんからちょっと、挨拶をお願いすることにすいません。お疲れ様です。本当に暑いですね、休日のこの午後の時間にお集まりいただきありがとうございます。今は、太陽が隠れて、涼しくなってますけれども、皆さんもご存知の通り、先週の15日に衆院の特別委員会で強行採決、翌日には本会議で強行採決するというとんでもないことが起こりました。で、新聞やテレビでもはっきりとですね、言っているように審議をしても理解が得られない、しかも審議をすればするほど反対が増えると、で安倍首相自身も国民の理解が得られていないと言いながら強行採決する、もう本当に民意を無視するということがですね、歴然としました。6月3日4日でしたか、衆院の憲法審査会の場で3名の参考人がですね、こぞって憲法違反と言ってから完璧に潮目が変わって、しかもこの間のこの 2,3 日のうちに発表されました世論調査では、毎日新聞では 51% が安倍内閣不支持、本当に安倍政権のやってることに多くの国民が怒りを持っているということがはっきりしてきているというふうに思います。市民の皆さんの怒りの声をですね、ぜひ安倍政権にこのデモでも突きつけていただきたいと思います。そしてこの日野市です、実は6月の17日の日に市議会の最終日、梅田俊幸議員がこの法案をですね、早期に制定することを求める意見書というものを自民公明民主市民クラブという与党3会派の責任者の連名のもとに議員提案として出しまして、これも市民が反対したんですが、強行に可決してしまいました。全国で確か8つでしたかね、6つでしたか、この多摩の地域ではお隣の八王子、そして三鷹、調布、町田でしょうか、これだけのですね、自治体がこの戦争法案を後押しするような意見書を出しているということで、多摩の地域はやはり昔から、自由民権運動も含めてですけれども、今でもリベラルな市民が圧倒的に多いと思います。議会でやってることと市民の思いは違うんだってことをしっかりと示していかなくちゃいけないというふうに思います。ぜひ皆さん今日のデモをご参加していただいてですね、安倍政権に対する怒り、市議会に対しても声を上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではここで短いスピーチですが、参加者の方々からちょっとお話しいただきたいと思います。まず最初に山本さん、弁護士の山本さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私豊田の駅の近くで弁護士をしています。隣に95歳になる父が一人で暮らしているもんですから、今そこによってちょっと話をしてきました。父は幸いにも先の大戦は生き残りました。配属将校で、あちこちの学校で軍事教練をするという仕事をしていたようですけれども、戦争の終盤にはもう教える子もいなくなったと、もう人も物も何もなくなった、本当に愚かな戦争をしたというふうに言っています。そして今安倍政権のこの法案について本当に祈るような思いで毎日見守っているというふうに言っていました。私はこの憲法はその大戦を生き抜いた皆さんの遺言だというふうに思っています。この9条では戦力は持たない、一切の戦争はしない、もう武力を背景にして相手を脅して紛争を解決するなんてことはしない、それよりも文化国家、社会国家、教育と教養を身につけて平和の理念と志を持って紛争解決にあたる、これが憲法の目指す私たちの国の形ではないかというふうに思っています。でも今安倍政権がやっていることは本当にひどいですね。
なんだかもう言葉が出ませんけど、でも弁護士会も、私の所属している弁護士会も、弁護士会は全国各都道府県に全てありますけれども、全国52の弁護士会は全て反対声明を出しています。先日は東京で140人の女性弁護士が集まって反対声明を挙げました。それから東京弁護士会では、まだ生きていらっしゃる5存命の、元会長24人全員集まって、声明を反対声明を挙げました。こんなこと今までなかったことなんですね。で、のぼりも立てて今国会前で弁護士会ではのぼり立ててやってます。そしてこれもちょっと可愛らしいんですけれども、東京弁護士会のストップ集団的自衛権っていううちわも作ってみんなで頑張ってます。本当に全国津々浦々でこの声を上げていきたいと思います。今主権者としての力が問われていると思いますので、ぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。いろんな憲法学者の方から市民の方々、幅広く皆様反対の意見が上がっている今日この頃です。次は、福本さん、よろしくお願いします。ご苦労様です。私2つほどお答えをしたいと思います。一つはですね、受付のところで、オスプレイの横田基地への飛来配備に反対しますというですね、署名を集めています。これは、今横田基地に関わる6つの団体でですね、企画したもので、この署名を持って、政府に突きつけていこうというふうに考えています。今安倍政権の話は話題になってますけれども、これが最も私たちのところに具体的な姿で現れているのが今横田基地のオスプレイ飛来、そして配備の問題であるのではないかなというふうに思います。例えばこの空ですね、ここの上の空、上からここですと多分3000メーターか4000メーターぐらいまで上はアメリカ軍のものです。ここは日本ではありません。空は、全く空ということで言えば、ここは植民地です。そして安倍政権は、アメリカ合衆国の傀儡政権です。それは横田基地にですね、オスプレイを配備するという通告を行ったこのことを見てもわかると思います。それが言われたすぐその日にですね、もう次の日に、そのままのですね、ものを周辺の五市一町の方に持ってきて説明をするというようなことをやっております。全く日本政府の何の意思も感じられません。それが日本なんです。そしてもう一つお願いします。もう一つですが、ご存知の方いらっしゃると思いますが、9月12日に国会包囲行動があります。辺野古埋め立て反対の国会包囲行動です。確か3回目か4回目ぐらいになると思うんですけれども、これに先駆けてですね、島ぐるみ会議ですね、今これをずっと企画してきた島ぐるみ会議の全国キャラバンということで、関東でですね、近県でもって、確か5箇所か6箇所ぐらいやります。それを東京でもやります。東京はどこにしようかということになりまして、横田基地周辺がいいだろうということで、8月19日の水曜日、19時15分会場で、まあ、19時30分から昭島市の昭和会館というところで行います。またいろんな形で皆さんにアピールしていくことになると思いますけれども、ぜひですね、 9.12 の国会包囲行動を成功させるためにですね、こういった行動にも参加していただいて、島ぐるみ会議からも皆さん誰か代表の方がいらっしゃいます。そして辺野古の戦いの映像や、その中でまた横田基地のですね、現状についても皆さんに知ってもらおうということで、集会を行います。ぜひそちらの方にもご参加ください。簡単ではありますけれどもと言いながらすいません、署名もし必要であれば言ってください。受付にもっとたくさんありますので、持ってってぜひ広げてほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次は、多摩平在住の森さんからちょっとアピールをいただきます。どうぞ。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。私がなぜここにいるのかと言いますと、教科書採択と戦争法案のつながりについてお話ししたいからです。
安倍晋三がやっている戦争法案っていうのはやっぱり制度と法律と制度の面から、国民を戦争に駆り立てたいわけです。戦前は国定教科書でした。その国定教科書は、政府の政策を国民に徹底するための道具です。ですから、我が国の自存自衛のため、なおかつアジアの平和のための戦争ということを国民に浸透させ、そういう教育のもとに侵略戦争に、私たちの祖父や父世代が参加していったわけです。でこのように教科書というのは非常に大事なものなんですね。それで安倍晋三は第一次政権の時に教育基本法を改悪しました。愛国心条項を入れました。で今度はこれですね。愛国心、戦前の国民愛国心の発露として侵略戦争に加担していったわけです。で彼は今それをしたい。ですから教科書採択でぜひ育法者自由者の教科書を採択させたい。ところが、それに関しては今や現場の教員の意見が反映されない仕組みになっておりまして、私は非常に怒ってるわけですけれども、教育委員会たった5人の教育委員が決めるわけです。ですから皆様にぜひお願いしたいことは、なぜ安倍晋三が育法者や自由者を推薦しているかお分かりだと思いますけれども、この2つの教科書は軍備増強そして停戦自存自衛の戦争ということで、きちんとそうきちんとっていうんでしょうかね、そういうことを戦前の教科書と同じように書いてあります。それをみんなに徹底させたい。法律制度ばかりじゃなくて教科書による教育すなわち思考人間形成の面から、私たちを戦争のできる他国侵略のできる国民にしたいと思ってるわけです。それで皆さんにお願い、ぜひ教科書採択の教育委員会を傍聴してください。日野市の場合は8月13日木曜日2時から市民会館小ホールです。ただし2時に行ってもダメです。傍聴の受付が1時40分までに市役所5階教育委員会窓口です。1分遅れても傍聴できないということなので、ぜひお願いいたします。そして傍聴なさったら育法者や自由者の教科書を推薦する教育委員は誰なのか、どういう理由なのかというのをしっかりと書いて、そして4年後に備えましょう。もうちょっと言いたいんですが時間が来てしまいましたので、プリントはアルガさんの方にお預けします。もしもうちょっと読んでみたかったらアルガさんから受け取ってください。失礼します。ありがとうございました。次は、九条の会の長野さん。豊田の皆さん、ご苦労様。私は1929年生まれました。なんともう86歳です。軍国少年に育てられました。今教科書の問題が出ましたけど、私は小学校1年生の時から地を思うに我が高速構想教育直後を空で言えました。今でも言えます。教育直後は何て言ってますか。何時新民翌中翌校準備を尽くせ、お父さんお母さん大事にしろ、そして友達と仲良くしろ、そして親友と兄弟は仲良くしろって書いてある。これは世界中に広げていい教えだ。これは昔から今まですごい教育だ。そう言ってきながら最後に何と言ったと思いますか。一旦環境あれば休校に報じ持って天上無休の幸運を付与すべしって書いてあるんです。
つまり何もかも一大事が起こったら投げ出して天皇陛下のために尽くせ、こんなのインチキじゃありませんか。でも私たちはそれを信じて軍国少年になりました。教科書今ありました、ひどい教科書になりそうだけど、当時私は国定教科書、新しい字が出ると上に出ます。なんていう字を習うの。スズメ、スズメ、兵隊スズメで第三課を教わりました。スと目と兵、これは新しい字だ、これで覚えろ。命令形のス、命令形の目、進めでスと目を習い、兵隊さんの兵で兵を習いました。今なら皆さん兵は何で教えますか。平和の兵ですよ。ね、当時は兵隊の兵で兵を習ったんです。そうして神武水勢安寧特攻安高齢と124代、天皇陛下の名前も今でも言えます。最後は誰だと思いますか。昭和天皇ですよ。昭和天皇は戦争を始めた天皇です。太平洋戦争、当時明治、大正、昭和と戦争を狂うする国でした。その時のスローガン何ですか。日清、日露、満州事変、支那事変、太平洋戦争って、戦争ばかりやったじゃないですか。その時のスローガン、富国強兵ですよ。国を豊かにして兵隊さんを強くしろ。アベノミクスと安保条約じゃないですか。昔と同じ。とんでもないですよ。安倍政権は許せません。私はそうやって立派な軍国青年になって、学徒動員、そして東京大空襲、命からがら、もう絶対軍国少年を作ってはならない。戦争に行く少年を作ってはならない。皆さん16、7で特攻隊は飛び立ったんですよ。なんと帰りのガソリンないんですよ。行きのガソリンだけ、行ったら必ず突っ込め。こんな戦争に若者を送り出すことができますか。今オリンピックが皆さん国民の声だからって国立競技場変える、冗談じゃない。国民の声は安保条約の方が10万人も集まって強権採決を拒否したじゃないですか。それなのにそっちは言わないで、何が2000万ぐらいのお金でガチャガチャ、冗談じゃない。オスプレイ1機が300億もするのに10機も買ったら国立競技場なんか2つも3つもできちゃうわ。冗談じゃない。お金や国民の声なんて大嘘だ。私はどんなことがあっても軍国少年を作ってはいけない。いかんですね。軍国少年は作っていけない。戦争に若者を駆り立ててはいけない。皆さん地元から団地の一人一人に声をかけて、この法案の廃案に向けて頑張ろうじゃありませんか。ありがとうございました。では最後になりましたが、院生でいらっしゃる高瀬さんからちょっとスピーチを。皆さんお疲れ様です。ちょっと最近個人的にはちょっと大学にかなりこもりがちで、国会まで頑張ってるシールズの方たちとかですね、本当にすごいなと思って、なんかできることをしなきゃいけないなと思っていたんですが、で私の方からはこの7月31日から8月2日にかけて東京の北区の方で、平和と民主主義を目指す全国交換会という、市民団体の取り組みのちょっと紹介をさせていただきたいと思います。で今安倍政権を追い込んでいる力は何かといえば、本当にこういう私たち一人一人の市民のこの取り組みがこの地域や国会前で本当に広がっている。で安倍政権を
戦争法案止めよう、そして安倍政権許さないという声がこの支持率を下げて不支持率を 50% 以上にして、そして国会議員がその私たちのこのシリーズとかの取り組み、あ、まあシリーズの方との話をしたらちょっと申し訳ないかもしれないですけど、でもそういう取り組みに来てですね、民主党とか維新の党たちもですね、この法案に反対するって言い始めてるんですね。ですからこういう市民の取り組みが本当に今の状況を変えてると思います。でその中で私たち全校は一つですね、ぜひ貢献したいと思っていまして、でアメリカのですね、反戦イラク帰還兵の方を呼んで、話を、まあ、聞こうという取り組みも準備しています。それからイラクで非暴力でアメリカの占領に対して反対してきた方も呼ぼうと思っています。それからフィリピンも自衛隊との今協定が結ばれようとしていますが、フィリピンのそういう反戦の取り組みをしている方も、呼ぼうとしています。そして沖縄からも辺野古新基地反対で戦う人を呼んでですね、日本の市民とそういう世界の反戦平和の取り組みをしている市民一緒になって、本当に安倍政権許さないっていう声を集めてですね、国会前でもですね、まあ、デモなり集会なりもしたいというふうに思っています。ぜひですね、お時間ある方ですね、そういうアメリカとかイラクからも来ますし、沖縄とか全国からも来ますので、後で解散地点でこのチラシも配らせていただきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ぜひみんなの力でこの今の戦争法案、そして安倍政権を退陣に追い込む、そうしたところまでやっていきたいと思います。ぜひ頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました、それでは今日の集会の決議案、決議文を長橋さんからちょっと読んでいただきますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。それでは豊田ピースデモ戦争法案廃案を求めるアピール案を読み上げますので、最後終わりましたら拍手をして確認をして案を取りたいと思います。よろしくお願いいたします。私たちは戦争法案の廃案を日野豊田の地から強く訴えます。第一に、この法案は戦争放棄を日本の内外に誓った憲法第9条に違反しているからです。戦後70年維持してきた平和主義から戦争する国への大転換を断じて認めるわけにはいきません。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、という憲法全文に記された言葉を私たちは決して忘れないし、安倍政権が同じ過ちを繰り返すことは絶対に許しません。第2に、安倍政権が主権在民の原則をないがしろにしているからです。戦争法案の今期成立に反対する世論は 80% を超え、安倍内閣の支持率も急落中です。国民は独裁政治の復活を決して望んではいません。民主主義を破壊する政権に未来はありません。第3に、世界の人々の平和の願いを聞かず戦争を煽ることになるからです。イラン核問題は国際的な合意が実現し、アメリカとキューバは長い緊張関係に終止符を打ちました。戦争や武力で世界の平和は決して作れません。日野市では市議会において戦争法案成立を後押しする意見書を6月に採択してしまいました。残念でなりません。私たちは核兵器廃絶平和宣言都市宣言、1982年の10月8日に議決されたものです。この立場を堅持した市政と議会を強く望みます。また沖縄辺野古基地建設中止とオスプレイの配備中止を日米両政府に強く迫ります。以上アピールとします。2015年7月20日参加者一同。ありがとうございました。
決議文を、今日は、皆さんのご意見としてまとめて、これからデモに向かいましょう。じゃあデモの、コースをアルガさんからよろしく。